はい、皆さんおはようございます。今日もアメリカの時間の5月28日火曜日でございますが、アメリカの日本の方は水曜日で、今もまだ日本におりますので、今現在は福岡、県、北九州市折尾からお送りいたします。こちらレキでございます。どうぞお付き合いくださいませ。さて皆さん、もうね、昨日のの悪魔のようなゲームでね、もう全然ずっと勝てなくて5連敗してました。で、今日はね、もうね、相手のチームもね、大した勝てないから、まあ勝てるだろうと思ってたらね、ずーっと勝てなくて、最後のなんとかね、もうね、ワンアウト満塁でサヨナラの時間、タイミングがありまして、相手側ですね。そうするとなんとかね、あの2つポップアップして、それしのいだんですよね。その後にこのバランスというか、あのモメンタムがね、あのドジャースにシフトして、で、まあもちろん延長時間、延長でございますので、あの、まあドジャーズは敵地に行ってますから、延長の場合は先に打つのでね。で、延長の10回表でですね、まああの、パイヘースがセカンドにからもうゴーストランナーがいますよね。で、セカンドで、あとは、あの、ムーキー別がですね、トップで打ちました。それで彼がヒットで打ちまして、そしてパイヘースが入ってきて同点。俺は大谷さんが来るから、これは最高だなと思っていたところ、大谷さんは、まあ、ここにも書いてありますけど、今日は三振、ゴロアウト、これ全部ゴロ、それで頭で三振。で、この最後の三振はね、大谷さんが来たでしょ。この最後の三振してくれたんで助かったのよ。まあ、あと2アウトになったんで、それでも3、ダブルプレイになっても2アウトまだチャンスがあったんだけど、ダブルプレイだったらちょっとあの、まあ、やばいなと思って。大谷さんが今調子悪いから、ボールがね、あの前で、ボールがね、こう前でタイミング合わないから、結局はね、あの、バーって来て、もう打つ時にもう遅くて、もうグラウンドになるんですよ。グラウンダーになる。そうするとゴロになった時には、非常に簡単ですよ。ダブルプレーになるのはね。もう一塁にせっかくね、無機別が出ているんだけども、そういう状況があったんですけど、この5回のは良かったですよ。三振して。私は三振してほしくないんだけど、もうとにかく調子がね、自分のバランスというかタイミングが合うまで、やっぱりね、チームに迷惑かけたくないという気持ちもあるだろうから、あれは良かったと思うんですよ。大谷さんやっぱりね、調子悪い。だから、それになる、慣れるまではね、まあいいかなと思ってるんですけど、まあいずれにしてもその後に、無機別がですね、あの、大谷さんが、三振して、無機別が、結局は、あの、誰でしたっけ、あの、その後に、フレディ・フリーマンがですね、初球を打って、あの、ホームランしたんですよ。ということは、あれで2点入って、そのまま1点入ったから、5対2になった。それで最後にトライニングという、まあ、クローザーではないんだけど、クローザーたまにありますけど、彼はしっかり、あの、抑えて、やっと5連敗を脱出しました。イエーイ。で、まあね、あの、ダブルプレー、今日はね、またもうゲームがもうそろそろ始まると思うんですけど、あのゲームは大谷さんが今回は出ないと、出ないということで、まあ、大谷さんが出なかったら面白くないんで、私もちょっとこのゲームだけにさせていただいて、もちろん勝った負けたはまあ明日お送りしますので、よろしくお願いします。ということで、まあそういうことで、それからね、大谷のね、左のハムストリングのね、やっぱりね、響いてたらしくて、日に日に良くなっているという情報と、それから、大谷60フィートから投げ始めてる。まあ、ここですね。うん。投げ始めてますよと。日々に良くなってますということで。それで、まあ、大谷翔平を復帰、ね、ピッチングの復帰をね、まあ、いつなるんだろうかということで、まあ、チームメイトもですね、復帰を非常に楽しみにしてるようでございます。ね、ピッチャーの、タイラー・グラスノーだとか、それ以外に、まあ、いろんな人が、まあ、みんながね、楽しみにしてますよ、という話が出てる。女性リポーターがね、大谷さんのね、やっぱりね、彼が大変な時がありましたけれども、よくそれ答えて頑張ってますね、という情報がありますね。
はい、ということで、大谷さんがタイミングが合っていない、そのためにゴロが多い、でゴロが多いということはランナーが一塁にいればダブルプレーになりますよということですからね、プロなんで。はい、ということでよろしくお願いします。 Ladies and gentlemen from United States じゃなくて、from Japan 福岡 Prefecture 北九州 City and Town is Oreo からお送りいたします。で、私のコーナーはですね、まあ皆さんもご存知のようにこのようにお送りしてますね、勝ち負け、その日の勝ち負け、ラインナップ、その日のラインナップですね、右のラインナップと左のラインナップがちょっと変わってますので、1,2,3,4 人までは変わってないけど、その映画変えてますね。それから打席、今日打席、昨日はなかったけどあります。それから話題ですね、だいたい昨日の話題が多いんですけど、まあ今日も話題があればなんだけど、今日は昨日の話題ということで、この流れでお送りします。で、皆さんがね、時間がない方がいらっしゃると思うんですよね。で、そうすると、じゃあ私はね、大谷さんのね打席だけ見たいと、ということで、ちょっと早送りというか前切りちょっとこもってくれば、打席だけ見ることもできますし、まあ話題だけ見たいとか、まあ勝ち負けはどうなったのか、それも見ることできますので、打席の方は全部ね、大谷さんのものをね、打つ時だけ入れてますので、それ以上に入れちゃうとね、ちょっといかがでしまったりとか、やっぱりね、いけないので、だから非常に見やすいと思うんですね、大谷さんは。何ボールと何ストライクで打ったかっていうのは分かると思うんで、よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、ということで、今日はですね、13号までで14号は出ませんでしたね。これを楽しみにしております。早く14号出ますように。その前にですね、タイミング合わないとね、何にも出ませんね。褒めても何にも出ませんよっていう感じでございますからね。はい、ということで、カレンダーの方行きます。カレンダーこちらですね。これ延長なりました。それでまあダブルヘッダーなんですけど、今日大谷さんが出ました。はい。大谷さんが出まして、いや、久しぶりの、見てください。1、2、3、4、5。5連敗してましたからね。やっとこれ勝ちましたね。最後にね、なんとか頑張りました。はい、勝ちました。連敗脱出。で、あとはまあね、今日のあともう1試合勝ってくれれば、なんか、大谷さんが出ないんで、大谷さんが今のままじゃ打てないので、ちょっと、まあ、休みもいいかもしれないですね。で、これ終わったらですね、ダブル、ここの試合と、ここの試合ですからね。まあこれ延期で、こちら。だからここでやります。明日まだもう1試合ありますので、休みで、ロッキーズがやってきます。ということでございます。はい。ということで、34勝。はい。こっち書くの楽しいですね。この何敗っていうのはね、この負ける方はね、あんまり書きたくないって感じですけど、書かざるを得ないということでございます。はい。ということで参りましょう。はい、ラインナップでございます。今日ラインナップ2つ用意させていただいたんですけども、その前に今日のね、タイラー・グラスノーがですね、今日投げまして、まあ、火曜日のね、28日ということでございます。日本のね。これアメリカですね。ごめんなさい。で、日本は29日ということでございます。なってますね。そうですね。日本語の方は書いてなかったですね。日本語ちょっとこう入れておきましょう。はい。こうですね。はい。アメリカの時間の5月28日火曜日。はい。でも、こっちは水曜日ですからね、今現在。ということで、皆さん見ていただければ、メッツがね、ツーランホームラン打ったんですよね。タイラー・グラスの方がすごいピッチングしたんですが、一球ね、悪い球投げて、それでダブルプレーじゃなくて、ホームラン打たれましたね。ツーランホームラン。で、それ後はもう全然打たれてない。頑張ってましたね。で、こちらがね、まあ、調子が悪いから打てない。で、8回にね、1点取ったんですけど、9回にそれを、同点して、そして10回に、3点入れたおかげで5対2で勝ったことになります。でも、こうやって見てもね、わかりますように、ドジャースは11ヒット持ってますね。で、メッツは4ヒットしかないんだけど、ホームランが出ちゃえばね、もう大変でございます。ということで、残念ではありますが、このトレーニングが、まあ一応一勝したということで、タイラー・グラスは負けはなくなりました。6勝3敗ということでございます。で、その後のゲームはね、このギャビン・ストーンが投げますね。向こうはキンタナ。あ、昔エンジェルスにいた、大谷さんがいる時にキンタナがいましたね。でもこれレフティーですから、まあ相手が、
一応変わると思いますけどね。はい、ということでございます。で今回はこちらのグラスノさんの方の一応メンバーでございますね。はい、皆さんこれがね、あのあれなんだって、QR コード、 QR コードにカメラ、あのカメラかなんかでこうバーンとこう、あの携帯でやれば出てくるので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしております。はい、ということでいきましょう。で多分今日あの2回目の試合なんですけど、この方が投げますが、まあ私もちらっとは見ますけど、一応ね、あの大谷が出ないのでやっぱり面白くないですね。はい、ということで、ちょっと行きましょう。残念ではありますが、大谷さんが ちょっとね、下げマンですね、今日もね。329。打率が相当下がりまして、オップスもね、もう1000以下になりそうな感じ。ここでなんとか休んで、新しく頑張らないとちょっとやばいかなと。ここで見れば分かりますね。オップスが1001、329。はい、329になっております。で、リーダーボードはどうなってるのか。大谷さんが、向き別に、追い抜かれました。大谷さんは329だから、向こうは336になりましたからね。やっぱりね、やばいことになりましたね。これで、ランサが42、こっちは40で止まっております。で、こっちの方は大谷さん勝ってますね、ホームランの方は。で、こちらの方も、ランツの RBI も34で、まあ、トースカ、エルナンデスさんがあれで、で、ストーリングベースね、この、盗塁は13個で、大谷さんが、大谷さんが2個、大谷さんが増やしてほしいなと思ったら逆になくなってきております。まあ、なんとかしなきゃいけないですね。ということでございます。向き別に今日はね、負けました。はい。だからまた追い抜くしかないですね、どっか行ってね。で、流れはこういう感じでございます。ベッツが5打数2安打ですから増えましたね。970、こっちもオプスも上がってきてます。で、大谷さんは5打数0アンダーですから、下がるしかないですね。はい、三振が2個してます。そして、フリーマンが、今度ほら、H がね、ヒットが3個で、RBI も3個、ホームラン落ちましたからね、ツーランホームラン。まあ、ということで、このスミスさんは5対0、大谷さんと全く同じですね。これ、三振が2個。はい。で、ヘレン・レンデさんは、ヒットが3つ。この人は頑張ってますよ。はい。ロックスもいて、まあ、あとの人がいろいろ、まあ、ワン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 ヒットやってますけど、もう大事なのはこの辺のね、大谷さんが、ちょっと今日の、ちょっといただけないですね。はい、ということでございます。じゃあ、打席に参りましょうか。はい、じゃあ参りましょう。はい、どうぞ。お願いします。ダブルヘッダーでございます。ダブルプレーじゃないですね。ダブルヘッダー。It's getting better day by day. It's definitely today is a lot better than yesterday. When did you really start to realize just...このボールが当たったんですよ、皆さん。よく、うわぁ、たた。後ろ方がね、柔らかいんだね、ここね。すんごいボール当てたわ。だから、やっぱりね、痛かったんですよ。その日は大丈夫で、後からどんどんどん膨らんできたみたいですよ。走れないの、痛くて。で、今日の先発ピッチャーは、タイラー・グラスノ。ね、大谷さんがタイラー・グラスノに、うちに来たら、私はホームラン打ってあげます。まあ、ということで、それはやっぱりね、このゲーム、野球はね、これがありますからね、必ずこう、ガーンと上がるとか、ガーンと下がるということはないみたいなんで、それはもう仕方ないということで、いきましょう。それでは、第1回目。はい、どうぞいきましょう。はい。おたりさんは2番バッターね。はい、1打席でみんなにご挨拶して入ってきます。はい、応援団も来ております。あれやね、ホームランのボールだよね。まあね、1球打たないと入って。まあ、この内角のね、このスライダーにやられましたね。結局はね、僕は言ってたのはですね、誰かが三塁とか二塁に行った時にはあんまり初球打たない。それ以外にはいいなと思ったら打ってもいいと思うんですよね。もう一人しかいないんだから。なぜかっていうと、そうしないと相手にね、走ったりとかすることがあるので。では、参りましょうか。2回目。はい。
これでね、あの別がね打って出るんですよね、ヒットでね。今度彼が出てるからせめてセカンドに生かすということでやってほしいね。まあ大谷さんはね打ち損なかったんですよね、ここでグラウンドアウトでも打ち損ない場合は思い切って打つときは OK ですけどね。ほらこれでこんなところから打ってるからもうラッキーだったね、彼がセカンドまで行ったから。とりあえずまあ OK ですね。はい、続きましては3回、これもね同じですね。あのやっぱりタイミング合わないからボールにあの手が出ちゃうんですよね。でストライクでもあのほら球ここもう簡単にアウト、イージーアウトになりますね。はい、続きましては3回、今度4回でございます。これですね。はい、今回は大谷さん、あのね皆さんフォースアウトでご存知ですか。要するに大谷さんが打ちましたけど大谷さんは一塁に行きましたと。でもあれ大谷さんのヒットにはならないの。彼たちは一塁アウトしないでセカンドの人アウトしてから大谷さんアウト、ダブルプレーしようとしたんですよね。もうこうフォースアウトになるから。でも大谷さんが走ってセーフになっただけで大谷さんはヒットは打ってないということはあの分かっていただきたいんですけど。ということでこれいきましょう。はい、4回ですね。今度左がピッチャー来ますよと。これがボールだよ、なんでストライクって言ったのか意味が分かんない。これは分かりますね。ああこれは簡単にダブルプレーになるね。でもほら走ったでしょ、セーフなったおかげでまあ前に行ったということですよね。はい、そしてまああの5回、これがねドラマがありましたね。ごめんなさい、10回のあの表ですね。あの10回でまずは、ゴーストランナーが二塁にありましたね。そしてあのムーキーベースが、1番のムーキーベースが行きます。はい、はい、ヒットでこれで同点になりましたね。まずははい、まずはどうその後に大谷さんが来て、ここの時ショーヘイ・オオタニがなんでストライク、あの三振してくれたのが良かったかというと、ボールが上がってないのでゴロになったらまたダブルプレーになるんじゃないかなとね、一塁にいるから。だから逆にそのダブルプレーにならないで済むんじゃないかということで、まあこのフレディ・フリーマンが初球ホームランしたから、その後に。はい、どうぞ。ね、それで5対になって、まあ、10回の思あのあれでもうあの連敗脱出して、そして、まあ、あの明日あのダブルプレーあのダブルヘッダーの方はまだあの途中でございます。それでは話題に入ってまいりましょう。今日の話題はまずこっちからいきましょうか。はい、どうぞ。大谷翔平左ハムストリングの打撲は日に日に良くなってきている、打撃面への影響はなし。MLB メッツ・ドジャース雨天試合中止、日本時間28日、シティフィールド。今季最長5連敗中のドジャースはこの日メッツとの試合を予定していましたが、雨天により29日への順延。中止発表前に大谷翔平選手が取材に応じ、17日のレッズ戦で牽制球が当たり痛めた左ハムストリングの状態について話しました。17日の打撲以降、次の日くらいから徐々に張りが出て、その中で走っていたので徐々に悪くなってと、時間の経過とともに怪我が悪化したという大谷選手。しかし状態は良くなっているそうで、今日も昨日よりだいぶ感じはいいかなと思いますと、回復に向かっていると話しました。26日のレッズ戦ではヒットを記録しながらも、いつもの全力疾走を見せずに走塁、三塁打もギリギリでセーフになっており、ファンからも心配の声が上がっていました。当時を振り返った大谷選手は、あの打球は余裕で三塁打にできるとは思っていたけど、ショートがデラクルーズ選手だというのはちょっと忘れてたので、そこで少しクロスプレーになったと分析しました。
一方、スイングへの影響はないそうで、状態がそこまで良くないというのはもちろんあると思うけど、軸足の影響はあんまりないかなと感じていると、打撃面での心配はないことを明かしました。打撃面の心配はないんですが、このボール来たらですね、ここで打つんだけど、ここで打てば飛んでいくんですけどね。ただしボールが来て、もう出す前にもうこれ打ってこの辺で打ったりとか、この辺でボールがここで打つじゃなくてこの前に来ちゃってから打つと、やっぱりゴロになったりポップアップになったりするので、タイミングですね。あと大谷さんがタイミング良くなれば、まあホームランも出ると思うので、少しを待ちましょう。はい。で、大谷さんの方のピッチングのね、楽しみ、みんな60フィートから始めてるから。60フィートから投げ、25年のマウンド復帰を目指す。ニューヨークドジャースの二刀流スーパースター、大谷翔平は今季も再びこのスポーツ界で最も有力な打者の一人となり、2023年に2度目のトミー・ジョン手術を受けた後、右肘のリハビリをしながら全力で取り組んでいる。ドジャースが月曜日のメッツ戦で雨天中止になる前に、大谷はメディアと会い、リハビリの現状について簡単な最新情報を語った。大谷は3月下旬にチームが韓国ソウルから帰国して以来、投げ続けている。それ以来、大谷は60フィートから投げられるようになったと語った。彼は、最近の数回のセッションでその投球速度は時速80マイルに達したと付け加えた。うん、大谷は自分の成長がどの段階にあるのかと尋ねられると、通常は60から70回くらいですと通訳のウィル・アイアトンを通じて語った、うん、ただ距離とピッチを増やし続けて、それがどこに行くのかを見るだけです。どこまで行けるかは全く分かりませんが、それが進歩です。最善の方法、座ってショーを鑑賞する、うん。順調に成長しているとはいえ、たとえポストシーズンが長引いたとしても、大谷は今シーズン、ドジャースのマウンドに立つことはない。うん、二刀流のスター選手とドジャースは、25年にマウンドに戻る大谷に注目している。うんうん、その間、大谷はほぼ全ての攻撃カテゴリーでドジャースをリードしている。フルタイムの指名打者としても、大谷は過去4シーズンで3回目の最優秀選手賞の優勝候補の一人である。大谷の打率点.336はメジャーでもトップクラスで、2018年に日本から来て以来、打席に立った彼の最高のスタートを反映している。また、大谷は6日ごとの投球の心配から足が解放されるため、塁上でより積極的になった。大谷のキャリアハイ盗塁は21年の26盗塁。彼はその記録を上回る勢いで進んでおり、今シーズンすでに13袋をスワイプしている。あ、袋ね、ドジャースと大谷はスプリングトレーニングで会話した。双方とも彼のエリートスピードを活用する機会を最大限に活用したいと考えていた。現在、大谷は右ハムストリングの打撲と戦っており、速度調整装置を使用して少し注意しながら走っているが、 100% の状態に戻ったら走り続けることが期待される、うん、ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は、彼がアグレッシブで2塁に行くか3塁に行くのに適切な場所を選ぶのは大歓迎だったと語った。それは彼がジャンプやスピードに取り組む自由を与えてくれるものだったと思います。彼は基地内で何かをしている。本塁打と盗塁を打ち続ける。彼にとって本当に特別なシーズンになりつつある。うんうん、大谷はフルタイムの指名打者としてこれまで多くの成功を収めてきたが、当分の間は二刀流選手になることを十分に期待している。彼は打撃だけに集中しているため、このレベルの成功を収めているかどうかを判断するのは難しいと語った。しかし、彼が知っているのは、ピッチングをどれだけ楽しんでいるかということだ。そして、彼は進歩を続けるにつれて、それに近づいています。どんな先発投手でも、自分が先発する試合には多少の緊張があると言えると思う。
と大谷は語った。ある意味あの雰囲気が懐かしいですね。でも今は毎日進歩することだけに集中しているし、そこに本当に集中しているんだ、うん、ということでございます。集中した後の大谷さんを見たいものでございます。はい、そこでニュースちょっとしたね情報も入ってきておりますから行きましょう。はい、徐々に Just progressively increasing the distance and usually anywhere from 60 to 70 pitches in that distance but just, yeah, just continuing, まあディスタンスこのね60フィートで今投げてますよと。ただしどのぐらいか、まあ、先ほども話はしてますけど、どうなんですかね、まあ、それはまあワンシーズンやってやりきらないと、まあね、シーズンをやってみないと分かんないということで、とりあえずはね。はい、ということで、次は大谷選手の復帰があるかどうか。はい、どうぞ。投手大谷翔平の復帰登板、チームメートも心待ち、その日は祝日になると思う。大谷翔平の日がまた増える。祝日。ロサンゼルスドジャースのムーキーベッツ選手が MC を務めるポッドキャスト番組、うん、オンベースにチームメートであるタイラー・グラスノー投手が2024年5月25日日本時間26日に出演。はい、2人は大谷翔平選手について語った。番組内でベッツ選手とグラスノー投手は大谷選手のピッチングを心待ちにしていることを明かした。ベッツ選手が、彼、大谷選手がまた投げるときは本当に興奮するだろうねと発言すると、グラスノー投手も待ちきれないよと反応。さらにベッツ選手が、すごいことになる、純粋に興奮しているんだ、彼が復帰後初登板する日は祝日になると思うと言うと、グラスノー投手は、大谷の日がもうあるけど2つになるのか、クレイジーだと笑顔で答えた。ドジャースの本拠地ロサンゼルス市では5月17日を大谷選手の背番号にちなんで大谷翔平の日と制定したことは記憶に新しい、またグラスノー投手は2023年オフ、タンパベイレイズからトレード移籍した際に大谷選手がグラスノー投手に送ったという勧誘ビデオについて語った。ある日目が覚めてビデオを見た、君がドジャースと契約することを願っている、そして僕は君とチームのためにホームランをたくさん打ちたいんだと言ったものだった彼は今それを実現しているんだ。すごいよ、彼は素晴らしい仕事をしている、グラスノー投手。グラスノー投手は、ベッツ選手から大谷選手がドジャースと契約した時の感想についても聞かれていた。これには、僕はトレードされることは分かっていて、ドジャースにもトレードされる可能性があることは分かっていた。彼がドジャースと契約したのを聞いてクールだと思った。もし僕もドジャースに行ったらもっとクールだろうと思ったと語った、大谷選手の冷静さに一番驚かされた。さらにグラスノー投手は、大谷選手の活躍は期待通りか聞かれると、彼は同じ行動を一貫してこなしている、試合でも圧倒的で今年は全てを打ち負かしている、とした上で、冷静さに一番驚かされたと語った。いろいろなことが起こっている時でも、何が起こっても彼はいつもハッピーなんだ、4打席以上こなしてただ笑うんだ、クラブハウスに響き渡るし象徴的な笑いだよ 笑うことはね、いいことでございますね。はいはい、どんどん大谷さん笑ってください、我々も一緒に笑います、よろしく。はい、それでは最後の話題になりましたけれども、これも彼女はね、彼女ね、あそこのアナウンサーっていうかリポーターですね、ドジャーズ、大谷翔平を大絶賛の土軍女性リポーター、元通訳の違法賭博問題について問われ、あらゆることに対応できるのがアメージング。現地5月27日ロサンゼルスドジャースは敵地シティフィールドで行われる予定だったニューヨークメッツとのカード初戦が雨天順延に。
試合中止が発表される前には大谷翔平が囲み取材に対応、その中で元通訳水原一平被告の違法賭博問題から受けたパフォーマンスへの影響について問われ、次のように回答している。睡眠が足りなかったのが一番問題ではありましたけど、メンタルがプレーに影響するとは思っていないですし、しっかりとした技術さえあればどんなメンタルでも打てると思っているので、そことグラウンドでやるべきことっていうのは全く切り離してやりたいなとは思っています。素晴らしい、素晴らしい。今季ここまで打率点336、13本塁打、35打点、13盗塁、オプス 1.024 とハイアベレージを叩き出し、打撃面でキャリア最高のスタートを切っている大谷。依然として首位打者の座をキープしており、懸念されていた騒動の影響を全く感じさせないその活躍ぶりには、ファンだけでなく周囲のメディア関係者も衝撃を受けているようだ。米紙ニューヨークポストによれば、地元放送局スポーツネットらのリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんは、最終的に彼は友人を失ったようなものです。深刻な問題があったのは事実ですが、親しい友人との信頼関係を失うのは本当に辛い出来事だったと思います、と騒動を振り返っているという。さらに、彼は物事の整理がとても上手、日米で長い間スーパースターだったし、早くからそれを身につけていたんだと思います。と大谷を分析したワトソンさん。プレッシャーや興奮、取材などあらゆることにうまく対応できるのがアメージング。アスリートの中で特にベースポーツ界で彼のような報道をされている選手は他にいないと称賛していた。まさかのスキャンダルに巻き込まれながらも変わらず躍動を続けている大谷。現地28日はダブルヘッダーが組まれており、9試合ぶりの今季14号に期待だ。14号に期待する前にタイミング合わなきゃいけないですよね。はい、この中でね、アメージングっていう言葉出てきておりますけど、もし僕のコーナー見てる方々でアメージングという言葉分からない場合は、まあ素晴らしいという意味なんですね。もうとてもいいですね。アメージング、もうとにかく考えれない、驚きですねという意味があります。はい、ということでございまして、はい、ということでございまして、今日も本当にありがとうございました。時間となってまいりました。コメントもいただいてないので、皆さんからのコメントをお待ちしております。昨日のね、番組をね、900人ぐらい見ていただいたので、非常に感謝でございます。その前に1000人とか、まあ、たくさんの方に見ていただいているんですね。非常に感謝でございます。そのまま見続ければ、非常に助かります。それでは、ですね、じゃあ、いつものところですね、今日は、もうとにかく大谷さんが打てなくても勝ちましたと。いうことで、あとは大谷さんがちょっとね、今日頭で休んでいただいて、それから、まあ、アメージングなことをやってほしいと、素晴らしいことをやってほしいということでございますので、今日は、14号もね、こう楽しみしておりますので、よろしくお願いします。はい。ということで、今日はここでさよならさせていただきます。はい、それでは、See you later, alligator! See you later, alligator!それでは皆さんまた明日お目にかかります。どうもありがとうございました。